はですね、お集まりいただきまして誠にありがとうございます、フォーラムサンファンコイン仙台ということでこれから始めさせていただきます。開演に先立ちましてですね、いくつかお願い事がございます。携帯電話や時計のアラームなど、音の出る機器をお持ちの方はですね、電源切っていただくか、あるいは音の出ない設定に変えていただければと思います。写真はですね、お撮りいただいて構いませんので、たくさん撮って SNS 等で、発信していただければと思います。本日はですね、会の前半に市民による、お芝居を上演、45分間で上演いたします。その後5分間の休憩を挟みまして、後半はゲストを迎えしたフォーラムを開催いたします。40分間の予定で行います。それでは、ごゆっくりご覧いただければと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。アボカド、今日見ていただいてありがとうございました。これからどうぞ楽しんでください。目の前までは。ムーチョです。私の名前はマルセロ・ハポンです。ハポンの綴りは、A-O-N。英語で発音すると、ジャポン。つまり、日本。マルセロは聖マルセルということで、つまり私は日本のマルセルです。スペイン人の私がなぜこのような名前を持っているのかというと、私の先祖はサムライだったからです。かっこいい。だってマサムがヨーロッパに使わせた使節団の一例がスペインを残って私のおじいさん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 のひいおじいさんになりました。私のおじいさん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 のひいおじいさんは日本で作られた船で日本を出発したそうです。だってバーティーサモン・バーティーさん、それがこの船のことだと知ったのは私が18歳の時のことでした。私の住むコリアデルリオにある博物館にその資料が残ってました。うわぁ、素晴らしい。180人もの人々を乗せたその船に私は夢中になりました。日本のことを知って日本の文化をスペインの人たちに伝えるために私はコミュニティ番組を作りました。
番組のナンバーは8本1。スペインの人たちはこの番組を通じて日本のことを知ります。この船が当時の姿のままレプリカとして仙台藩だった石巻にあるということを知りました。私のおじいさま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 ひいおじいさんを乗せたその船を一度でいいから見てみたい、乗ってみたい、それが私の夢です。私の母は一度その船を見るために日本に行ったことがあるそうです。羨ましい。いつ行ったの？知らなかった。残念ながら今はパンデミックで日本に行くことができませんが、私はいつもそれを願ってます。ムチョグラシアス。お集まりいただき誠にありがたく存じます。これより皆々様には少しばかり時間のたびにお付き合いいただきたい。今から400年ほど昔、1613年に仙台藩が総力を挙げ、また石巻の地の人々が見よう見まねで製作したガレオン船サン・ファン・バウティスタ号がこちらの浜からまだ誰も見知らぬ外海へと出港してまいりました。今日はその前の日、仙台藩士でおられる伊達政宗公や、実際船に乗り込む長谷倉常長公、その他たくさんのお偉い人たちをまあお迎えするべく、浜の者は精一杯のおもてなしをしようと、まあ、朝からずっと準備しております。出来上がった船がこちらに。立派な船だ。これであればどんな大波をもものともせずに乗り越えていけることでしょう。さて、浜の者たちはこの大事な大事な藩の宝、黒船に大事があってはならんぞと、皆交代で根津の番をすることになり、根津の番をしているはずでございますが、どうやら今日の見張りは根津の意味が分かっておらんようですな。仕方のないやつだ。起きるよね、普通は。死んでるかもしれません。おや、浜の者たちの方が先に起き出してきたようだ。確かに正しいよ。だけどさ、おい、お前何やってんだよ、そんなところで。いや、何も何にもってことはねえだろ。あ、もうすぐ昼になっちまう。こんなところにいたら最初にやられちまう。早く持ち場に戻んな。でも、なんだよ。もうこれ、あ、
握り飯じゃねえか、うまそうだな。あ、食っていいのか。違う、そうじゃなくて。どういうこと。来たぞヨヘ、敵が来たというのは本当か。そうだよ、俺川のたもとまで見に行ってきたんだけど、すっげえ数の騎兵が順番に川を渡ってた。川を渡っているとなれば、あと半刻もせずにやってくるな。来てそなた、敵陣の旗を見たのか。どんな印だった。一体どこのものが迫ってきておるのじゃ。旗、うん、どんなんだったっけ。そこが最も要のところじゃ。あ、旗は茶色でした。茶色、茶色。それと犬の印が書いてありました。犬の印の家紋なんてあるのかね。いや、聞いたことねえけどな。詳細を説明せよ。目は垂れ目でした。ほー。耳は長くて、うん、鼻の下にはちょんまげが変わりました。鼻の下にちょんまげ。あ、頭の上には、あ、鼻の下にはヒゲですね。ひげ。あ、鼻の下にはヒゲで、あ、そうそうそう、頭の上にちょんまげがあったんです。あ、頭。おい、そりゃ川崎町の観光 PR キャラクターのチョコエモンじゃねえかよ。チョコエモン。なんすかそれ。チョコエモンだよ、チョコエモン。犬で、ま、犬で、垂れ目で、耳が長くて、ヒゲが生えてる。そんでもって、ちょんまげがある。長谷倉常長の地元、川崎町のゆるキャラだって。なんかちょっとかわいい。あ、なんか、え、うまいっすね。うん、いや、でも、ここ仙台なんで、お客さん的にも川崎ネタは、ね、あんまり通じないんじゃ。つまり、川崎の者が来ておるということか。これはもしや敵ではないと。立ち上げに万座、長谷倉六右衛門常長である。常長様、お逃げくだされ。よい、逃げることはない。ここにおれ。その方が拙者の代わりとなって南蛮戦造船の任に当たっておったことしかと存じておる。長い間ご苦労であった。礼を申す。はい。名を教えてはくれぬか。自分は長谷川久志と言います。長谷川久志。多分なんですけど、400年後の未来で酒屋をしてました。未来とな。その方は先だっての津波により時間を超えて流されてきたんじゃろ。どうやら、うん、そうみたいです。海はつながっておるからな。つながってる。そうじゃ、ここから外海へと出航するじゃろ。どこまでも言った。その先には確かにお主たちの言うあのノエーバー・エスパニアもあるのかもしれん。だがそれと同じくして海の向こう側には異界への入り口もつながっておるんじゃ。異界とはこの世の向こう側、生けるものと死せるものの境目、喜怒哀楽すべての感情の結び目、すべてを飲み込み、すべてはそこから運ばれてくる。海は広く明るく見えるが、その実
暗く狭い道へともつながっておる。お主が出航するとするじゃろう。さすればその狭く暗い道の方へと誘われることになるじゃろう。他の者たちと同じ道を進むことはできん。じゃあ俺はこの船に乗ってもメキシコへは行けないってことか。なんとそれは、まあそのお主たちのその仲間とは違う道、今言ったよな、違う道の方へとこう進んでいくんじゃないのかな。違う道、まあ元あるべき場所というかそっちへ帰っていくのではないか。元の世界へ戻れるってことか。おそらくは。そうか、戻れるのか。常長様、それがしはあの大津波の後よりあなた様にお仕えしてまいりました。その途中でそれがしはあなた様がまことの常長様ではないことを知り申した。しかしながら我々には他に策がなかったのでございます。あなた様のお力なくしてはこの浜の民は、いや我が仙台藩はこの黒船を作る術がなかったのでございます。長い間お助けいただき誠に心より御礼申し上げます。そうだね、あんたは慣れないところで十分頑張ったって思うよ。あんたが本物かそうでないかは俺たちにとったらどっちだっていいことなんだよ。あんたもこっちのお方も伊達藩のお務めを果たした立派な長谷倉常長公さんな、親方。な、俺たちはこれまでせいぜい3軒4軒の船しか作ってこねかった。俺も俺の師匠もこんなお城みてえな大きな船さ作るどころか見たことも聞いたことも願ったんだ。話聞いたときはよ、なんぼなんでもできっこねえって思ったんだけど、いやーできるもんだな。やあー、本当ですね。それがしはあなた様がもはや何者だっても構いませぬ。それがしはあなた様とこれまで何度も難局にあたり、それを成し遂げてまいりました。この度の出航も命を落としておともつかまつる腹積もりでございました。あなた様がお役目の任を解かれ元の世界に戻られることは大変喜ばしいことでございます。しかしながらそれがしはこの先忠義をどこに預けることができましょうか。いな、その先はこの世のどこにもございませぬ。常長様、それがしをどうかそちらの世界にお連れくださいませ。忠作、それはならぬ。なぜじゃ、なぜ常長様はこちらからそちらの世界へ行くことができてそれがしはならぬのじゃ。そのような道理があってなるものか。どうしてもならぬというのであればそれがしはこの場であなた様の後を追いとうございます。それだけはどうかお許しいただきとう存じます。それもならぬ。なぜじゃ。侍さん、そいつは仕方のないことだよ。だってこの方はこの世のものでねえんだもの。黙れ。貴様に一体何がわかる。黙らしたい。人にこの世の断りを変えることなどできはせんのだ。だっての津波を見ろ、冷害や水害を見ろ、我々人員とできることなど小さなことに過ぎんのだ。お主、もしもこのものを思うのであれば後を追うのではなく無事を祈れ。できることはするだけだ。
そんな無体な。中作、大丈夫だって。常永様、俺はさ、本当は久しって言うんだよ。久し様。中作、今まで本当にありがとうな。お前がいなかったら俺はこの江戸時代を一人で生きていけなかったよ。滅相もございません、それかしは。でもさ、心配すんなよ。何度も言うけど大丈夫だ。俺のいた時代はさ、今よりも人のできることが増えて、天候だってあらかじめ分かるようになるし、治水工事や大水の備えも今よりずっと進むんだ。それでもやっぱり、災害は来るんだけどな。でも人は今よりもっとずっと安全で長生きできるようになる。そんな未来から俺は来たんだよ。しかし、でもよ、俺のいた時代でもこれと全く同じ船作ったんだ。そん時なんて作るのに1年半かかったんだぜ。俺らが作った船の方が断然早いんだ。俺が実際船作りながら、まさか手作業だけでこんなに早くできるとは思わなかったんだ。みんなの知恵と努力はこの慶長の世の中でも平成でも変わっちゃいない。むしろこっちの世界の方がすげえかもしれねえ。だって平成にはもう作れる人はいねえんだからな。中作、行き先はバラバラになっちまうけど、とにかく明日みんなと一緒に出航しようぜ。俺戻ったら探すよ、お前のみんなの生きてきた痕跡をさ。だってこの海は400年後も同じところにあるんだからな。常永様、だから俺は久しって言うんだよ。みんななんか騙しちまったみたいですまなかったな。そんなことねえよ。あんたは今まで俺たちのためによくやってくれたよ。さよう。むしろ拙者の代わりに退任を務めていただき感謝申し上げる。いいんですよそんなの。俺もみんなと一緒になんか歴史の一部作ってるみたいで楽しかったし。なあみんな、この船はな、400年後の未来でも語り継がれる立派な仕事だぞ。なんだって俺がここに来る前から知ってたくらいだからな。まことでございますか。おらだずの仕事がありがとうございます。久し様、常永様、この仕事をやり遂げたことを末永く誇りに思います。そうだな、棟梁、松代まで語り継いでくれよ。俺戻ったら棟梁の子孫に会いに行くよ。さあみんな、しんみりするのはもうやめだ。これから伊達の殿様が来るんだろ。戦の準備なんかしてたって知られたら笑われちまうよ。儀式を滞りなくやって明日の船出をお祝いしようぜ。あ、予定より遅れちまってるんだ。さあみんな準備しようぜ。おっ、
津波で奥様流されちゃったからずっと独り身でしょ。後添えが取らないのかどうかも聞いて、おいてね。じゃあ、そういうことだから。なんだ、俺じゃねえのかよ。取れ、え、
よくつながってるんですけど。ん？だってダメなのかな？聞こえてない。はい。はい、小島です。聞こえてますか？小島さんの声はこちらは聞こえてるけど、平山の声は聞こえてます？聞こえてます。ちょっと途切れますけどね。ちょっと途切れる。ん？これでもまだ。聞こえてますよ。これでどうですか？ OK です。OK。大丈夫？はい。あ、なんか。なんか、あの、おかしいな、ちょっと。せこくすぎましたので、そろそろ始めさせていただきたいと思います。フォーラム3ファン号に仙台後半の、フォーラムに移りたいと思います。本日の登壇者の皆様をご紹介させていただきます。まずですね、東海の、三番号保存を求める世界ネットワークの、部会長の斉藤です。こんにちは。続きまして、三番号保存運動の弁護士団を聞いていただいてます松田陽明先生です。続きまして元経常検温施設施設店復元協会の総務課長でいらっしゃいました加藤さんです。都市課すみません読めませんでした。はい、加藤でございます。よろしくお願いいたします。そして、オンラインでの参加となります、私の声聞こえておりますでしょうか、横浜国立大学の名誉教授でいらっしゃいます、平山清嗣先生です。聞こえてないのかな。音声の、接続は平山です。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で最後にですね、船遺産認定実行委員会の委員長であります、小島良一先生にお願いしております。大阪から参加させていただいております関西設計の小島です。よろしくお願いします。本日は、この5名の方々に、ご登壇いただいて三番号の未来と今後の保存について考えていきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私遅れました。司会を務めさせていただきます渡航真理子と申します。よろしくお願いいたします。それではですね、本日主催であります3番号保存を求める世界ネットワークのこれから、今までの活動の経緯と、詳しい情報について、斉藤からお願いしたいと思います。はい、皆さんはじめまして、こんにちは。改めましてこんにちは、斉藤と申します。3番号保存を求めるネットワーク会長、3番号で3号保存する会の、会長をやっております。私は本来でしたらですね、会長の、城田さんが、ご挨拶するべきではあるのですが、会長の城田さんはニューヨークの方にお住まいでして、もう帰国されてるんですけども、一応大事を取って、今自主隔離中と言ったらいいのか、自主的に、お家にいらっしゃいますので、本日は欠席となりますので大変申し訳ありません。僭越ながら私、
会長の斉藤と申します。このパワーポイントの資料に、ほとんど書いてはおるんですが、サンファンバーティスタ号が、壊されるということで、それは平成29年やたりに決まったことなんですけども、それ以降ずっと私個人的に石巻市民で、石巻市でリサイクルの会社とかを経営してますので、本当にこうなんでしょう、残念な思いがでいっぱいでした。で、誰かがこう反対とか言ってくれるんだろうなと思ってたんですけども、誰も言ってくれないんだなと思って、こう、一人でこういろいろ考えてたんですけども、サンドイッチマンの伊達公夫さんが2019年にブログでサンファンバーティスタ号のことを書いてくれまして、でそれを私の、大学時代の後輩、こちらも石巻市で割烹をやっている阿部君という人間なんですけど、それ彼がそれを SNS でシェアして、すごい悔しいよねっていうことを SNS で書いてくれたんですね。では、俺だけじゃないんだと思って阿部君のところに行きまして、いろいろとお話をしました。で、じゃあとりあえず我々何ができるかわからないけども、まず勉強会でもやってみようかということで、あくまでも個人的なことで、私とその阿部君の、SNS でなんかサンファンのことについて勉強会をするので興味ある人来ませんかと言いましたらば、石巻市も、地元の新聞社であります石巻日々新聞社というところが、大きく取り上げてくれまして、で結局、7月20日にですね、25人ほど石巻の市民の方が集まってくれまして、勉強会をしました。講師としては宮城県議会議員である佐々木喜蔵さんという方がいらっしゃいまして、佐々木さんは以前からあのサンファンのことで、なんていうでしょう、一人で反対してくれたというとおかしいですけど、一人で県議会でこう議員を呈してくれてまして、じゃあ喜蔵さんがそういうことをされているので喜蔵さんにお話を聞きましょうということになりました。ちなみに石巻市は石巻市長、石巻商工会議所の会頭、石巻観光協会の会長さん等々ですね、審議会に出られて、壊すのしょうがないんじゃないというような、ことをおっしゃいましたので、私も共同の先輩、皆さん共同の先輩ですので、会うたびにどうなんですか、どうなんですかと言ってたんですけども、県の決めたことだからしょうがないよねというような論調でして、ちょっと残念だなと思ってましたけども、そんなことから、勉強会を一回やってみました。で、案外とこう日々新聞さんなんかが大きく取り上げてくれまして、じゃあちょっとこの回続けてみようかと思いました。それで翌月の8月に、みんなでじゃあサンファン館にサンファンの船を見てみようということで、みんなで船に行ってみました。で、これは県の許可がなければ船には入れてくれないんですけども、宮城県さんも快くですね、行ってくれていろいろお話を聞きました。確かにすごい傷んでるし、カビは生えてるし、ボロボロだなという気はしたんですけども、本当に壊さなきゃない状態なのかというのは非常にこう疑問に思いまして、あとは何よりもその船の巨大さとですね、その調度品の素晴らしさといいますか、大げさに言えば芸術品だなと思いましたので、これは残す価値があるんじゃないのかなと思って、おりました。で、その後市民の方がいろいろ支援してくれまして、3回4回と会議をしまして、できることはあまりないので、まずは署名を集めようということにしました。それが平成5年の11月16日に、第1回目の署名活動をしました。で、いろんな方のご支援がありました。そして、その年の暮れにですね、仙台藩士会さんという会があります、仙台市には。そちらの方が連絡をくれて、実は俺たちもサンファンのことを何かやりたいと思ってたんだと、一緒にやろうよと言われてましたので、仙台藩士会、これ全体会ではなくて有志という方ということで、一緒にやろうよと言われまして、一緒に活動することになりました。あとは先ほど劇の中にも出てらっしゃいましたけども、カポンさん、コリアデル、今スペインのコリアデルリオに住まれている末裔、長谷倉常長の末裔たちの、村というか町が出ます。そこの方々と交流をしている団体が仙台にありまして、その方々も一緒に、じゃあ、あの船は我々のルーツだから一緒に、保存活動しようということで、だんだん輪が広がっていきまして、令和2年の2月に一応3300、目標は1万人だったんですけども、でも3300人もよくこう署名してくれたなと思いました。これをまず1回目、
府知事の方に、提出しました。いろんな団体がですね、来てくれて、まあ、キリスト教関係の団体さんとかですね、あと石巻に教育前、ヤフーさんとか、いろんな団体が協力して、署名をなんとか集めてくれました。まあ、本当にいろんなマスメディアの方が来てくれて、山形新聞さんとか岩手日報さんとかもですね、取り上げてくれて、非常にありがたいなと思っておりました。その他とは、まあ、その時に、ハコン長谷倉教会さんの方に先ほど出られた、コルリア・デルリオの市長さんから、宮城県知事と石巻市長と、あとサンファン館の館長さん、仙台市長さん宛てに、サンファン号を壊さないでくださいという信書、市長さんからの信書をハコン長谷倉教会が預かっておりましたので、それも一緒に、提出しました。で、ハコンさんも、ハコン長谷倉教会さんも、一緒に、活動しておくしてくれてます。あとは、令和2年10月8日にですね、今大船渡市に気仙丸という木造船があります。それを今大船渡市では、まあ、3班の半分以下ぐらいの小さい船なんですけども、それを大船渡の商工会議所さんでお金を出して今修理してます。本当に3班と同じような状況でずっと、海に浮かべてましたので、壊そうかという話になったんですけども、それを修理しているという業者さんを我々が呼んで、中を見てもらったりしました。結論的には、まあ、気仙丸の倍ぐらいあるすごい巨大な船ですので、ちょっとすぐにどうのというのはできないですけども、なんとか考えてみます。しかし、こんな巨大な木造船がですね、日本に存在するなんて、ちょっと不勉強ながらですね、知りませんでしたと、とてつもないものですねという時、その時業者さんからいただきましたので、本当にありがたいなというか、改めて3番 の価値を気づいたという感じでございます。で、まあ、その活動をしているうちに今日、今激昂されたですね、劇団夢歌劇船の皆さんが、サンファンバーズ久子の劇を2年続けて、令和1年と令和2年と、上演されました。これは我々私も、まあ、存じ上げていて見に行ったりはしてたんですけども、その劇を見た箱根長谷倉講演会の白田さんが非常に感動しまして、じゃあみんな今までバラバラに活動してたけども一つの団体、ネットワークにしてやってみようよということで、白田さんがお声掛けをいただいて現在に至るということです。令和3年1月26日に一応そのネットワークというのを作りまして、記者会見をいたしました。で、新聞広告を掲載したりですね、署名活動、まあ、もう一回じゃあ署名をやってみようということで今1万人集めているところです。あと本日のフォーラムとか講演を行ったりですね、徳光さんも YouTube で今サンファの情報を発信されてますので、徳光真理子の YouTube チャンネルを開催して、あとは今、ゲストで今日お招きになっている日本船舶工学会さんの船遺産への認定なんかを今行っている状態です。で、最後に、令和2月12日にですね、宮城県に、松田先生の指導のもとですね、公金差し止め支出に来る監査請求というのを行っております。で、まあ、この結果等々は松田先生から、ご説明のいただけると思いますけれども、というような形で今活動しているような状態でございます。以上です。はい、ありがとうございました。質疑応答は最後の時間に設けたいと思いますので、続いてですね、法律的な活動について松田先生の方からご説明いただければと思います。はい、座ったままで失礼させていただきます。弁護士の松沢と言います。それで今斉藤さんがおっしゃられたですね、最後令和3年2月12日に監査院に対して、監査請求をしたということがありました。それでこの監査請求は2月26日付で却下するという通知が弁護団の方に来ました。なぜか却下するのかっていうことについてはですね、法律上どうなっているかというと、要するにこちらの方は公金の支出だとか、それから契約、要するに取り壊しのための契約とか、それのためのお金を出しちゃいけないということで監査請求をしたんですが、
そのためには予算が通らないといけない。予算の方は今県議会で審議中である。県議会で審議して予算が通ったということであれば、その相当の確実さを持って、そういうことが起きるということがわかるけれども、まだ今審議中なんだから、相当な確実さを持ってそういった契約とか公金の支出が行われるかどうかわかりませんと。まだわからない状態で監査請求をされても困りますと、まあ、こういうような話で、監査請求は法律上の要件を満たしていないからということで却下してきたわけです、それで弁護団の方もですね、ちょっと予想外のことで、びっくりしたんですけれども、これはよくよく考えてみるとこういうことなわけです。要するに私たちは今何を求めたいと思っているのかというと、そもそもこの取り壊しとかなんとか、そういう行政がやろうとしている公共事業を止めたいんだと、こういうことが直接の目的なわけです。でもその公共事業を直接止めるっていう手段は実は法律にはありません。どういうことがあるかというと、その公共事業を行うにあたって、お金を出したり契約をしたり、そういうような財務会計行為を止めることによって結果的に公共事業ができないようにしよう。要するに目的と手段が全然違うわけですね。手段として手段としてその公金の差し止めをすれば、目的である公共事業は止まるだろう、そういうことで監査請求をしているわけですけれども、監査請求された立場から言うと、その監査請求そのものはその公金を差し止めるのか、契約をやめさせるのか、契約をしないようにするのかどうかっていう、その手段自体が目的であって、その結果公共事業が止まるのは単なる結果に過ぎない。結果は目的じゃないんだ。直接の目的はその公金を差し止めたり、契約をやめさせたりという意味での財務会計行為を阻止することが直接の目的であって、その結果生じるそのサンファン・バウティスタ号の解体ができなくなるということは、あくまでも結果に過ぎません。そういうようなことを言うわけですね。ですから、結果を止めたいからやってるんですけれども、でもその結果のための手段ということで、その手段自体を直接の検討課題というふうにすると、まだ予算が通ってないから、その公金が実際に出されるかどうかは分かりませんっていう、いわば形式ですけれども、そういうような形で却下をしていくということになったわけです。実際問題から言うと、議会の方で今まで、結局サンファン・バーティスタ号を解体して別のような形でミュージアムをその整備しようというようなことで動いているわけなので、予算が通るか通らないかっていうことで政治的に考えれば、実際上はなかなか予算を差し止めるのは難しいというふうには思うわけですけれども、ただ現実に私たちは県議会議員の方なんかにですね、この予算をそのまま通すようなことをしちゃいけませんっていうことをお願いしているわけですから、そういうことでお願いしている立場でですね、予算がまだ通っていない以上監査請求はできませんよ言われてですね、通るのは確実だなんていう話は言えませんのでね、そういう意味で、監査請求自体が却下されたのは仕方がないだろうと。ただこういうふうになった時に、結局3月19日に本会議があって、その時に今提出されている予算案がですね、議決があるわけですから、その後もう一度やるという形で、考えていかざるを得ないというふうに思っております。それからもう一つ、公共事業の差し止めということ自体は残念ながら
今法律上はできないことになってます、不思議なことですけれども、それが裁判所の今の判例として確立されているものなので、公共事業そのものの差し止めはできない。だからこちらで考えるのは、公共事業の手段を差し止める、手段として行われることを差し止めることによって公共事業そのものを差し止めようと、こういうような考え方でいろんな訴訟をやるということになるわけです。その住民監査請求とそれに基づく住民訴訟も同じようにですね、公共事業であるそのバウティスタ号の解体そのものを阻止するというのが、結果として阻止したいということでやるわけですが、その手段として契約をさせないとか公金を支出させないとか、そういうことを手段を差し止めるということでもって結果を実現させようというふうにしかないできないわけです。同じようにじゃあ他の行政訴訟でやる場合にどういうことを考えるかっていうと、この船っていうのは公のものなんですけれども、公のものを公のために今共用しているわけですね、使っているわけです。公のものとして使っているということを使うのをやめる、要するに道路で言えば道路として使っている場所をですね、もう道路にしないということにしたときにですね、それ自体は共用の廃止というようなことになるので、これは行政処分であるというふうになってきます。ですから行政処分をやめ中止させるということによって道路を守るという話に、そういう手段を捉えて、手段をやめさせる、差し止めることによって結果ができないようにする、こういうような手段を、ことを考えるということになります。したがって今回の場合もですね、もしこれを行政訴訟としてやるとすれば、要するに展示をしない、それで取り壊しをするっていうことは、サンファン・バウティスタ号という鉱物、公のものをように供していることをやめるという行政処分が行われるということになるので、その行政処分そのものを差し止めるということを、訴訟でやるというようなことで、今考えているわけです。そういう公の処分を行政処分をやめさせることによって結果として解体ができなくなるというような形で、行政訴訟っていうのは、そういう意味で直接何かを実現するために別なことをやめさせるような手段を講じるという形で、法律上やっていかなきゃいけない、こんな、めんどくさいことをやらざるを得ないという状況になっているということになります。そういったことで、これは3月中にですね、3月中にいずれにしてもきちんと動かないといけないということになります。幸い、実際契約をして解体作業が始まるのは7月以降になるんじゃないかみたいなことが報道されているようですから、それまでの間にそういった、法律的な手段は尽くしていきたいというふうに今考えているところです。幸い平山先生とかですね、そういう先生方が、結局こういうのはあくまでも法的な手段なわけで、実態的にですね、実際上あれが保存できなければ全くいろいろ考えても意味がないわけです。ただ平山先生など一生懸命考えていただいて、こうすればむしろきちんと今の現状で保存ができるんではないか、乾いた形で乾かした形でですね、船が保存できる
ということであれば、そういった実際できるんだっていうこと自体が一番訴訟にとっては強い請求の原因になるわけで、理由になるわけで、そういう理由がきちんと、はい、はい、きちんと作られるということが、まあ、必要なんだろうと、うん、幸い今私の手元にいろいろ来ている情報でですね、これならば保存ができるんじゃないかっていうことがいろいろなことが言われてますので期待しております。以上です。はい、ありがとうございました。ちょっと難しくて途中から分からなくなってきましたが、行政訴訟を次にやるぞという話です。はい、そうですね、お話に上がってたので保存の方法について伺いたいところなんですけれども、その前にですね、1993年に復元船を製作した当時に宮城県側の職員として携わっていらっしゃった加藤さんに、少し当時のお話をお伺いできればと思っております。加藤でございます。12年前に県庁定例退職いたしました。現在は孫の成長を楽しみにしている普通のおじいちゃんで、当時のお話をちょっとだけさせていただきます。まずクイズなんですけれども、ここにデッキありますね。これ何のためにあるかお分かりですか？心の中で答えてください。これはトイレです。水洗トイレなんですね。ここからですね、水中にポタッと落として、はい、はい、それでは次に進みます。時々横道にそれますんでね、よろしくお願いいたしますね。で、もともとこの船のについて書かれた公式な記録、これは低山港時計記録、いわゆる伊達時計記録といわれるものの中に、船の長さと横幅とマストの高さ、本数、そういうものしか載ってません。はい、それで、これからどうやってこれが和船ではないということを位置づけていくには、いろいろ考えて、カレンダーの裏側の白いところにですね、100分の1で戦国船、これはいっぱい資料がありますので、それを黒いマジックで手書きで書いてみたんです。で、それに伊達時計記録のその数字ですね、横幅とか長さとか、そういうものを赤で重ね書きしていくと、そちらの方が長いんですね。割合がありますが、割合で100分の1にして、その全体の長さに対して横幅、高さ、そういうものを書いていって、これは日本の船ではないという結論を出させていただいたわけでございます。で、仙台藩の一点というのは 6.5 尺なんですね。なぜでしょうかね、クイズですけれども、これはいわゆる太閤検地というものが行われた時に、つまり一坪を5尺で計算して出したりすると、大変な奉納前、年貢というか奉納前がたくさん送らなくちゃないわけですね。だからいくらかでも負担を和らげるためには、どこの藩もそうですけれども、 6.5 尺とかですね、すごいところでは7尺で1件とかってですね、そのいわゆる今で言っても悪いんですけど、ごまかしなんですね。でもそれはそれぞれの地域の気候によって出来高が違うんで、やむを得ないんですよ。そういうことで、割り出して、なおかつボルネーゼというイタリアの訪問先に、先ほど出てきた鶴永さんの絵があります。これは外国から来た人たちを、写真がないのでボルネーゼというのは、それを描いてローマ法王朝に見せるのが仕事なんです。だから買いませんかって言われた話もあったんですけど、現物見たことありますけれども、写真の方が綺麗です、正直言ってね。
で、そういうことで、大体その船の造船技術というのは、国の秘密事項ですので、日本に伝わるまでに10年から15年ぐらいかかるんですね。ということで、プラド美術館なんかにも行って、これはうんと参考になったんですけれども、見て歩くのはですね、船の絵だけなんですね。で、そこに絵の描かれた年代が必ず書いてありますね、作者名と年代。それで、サン・ファン・バウシタが作られた1613年頃ですか、それより10年前だから1600年頃の船の絵が描かれてある絵を選んで、あそこはですね、写真を撮ってもいいんです。だからどんどん写真を撮ってですね、そういうんで、ガレ温泉灘というものをこう割り出して、その船を作ったということになります。次に、なぜ太平洋を2往復したのか。これでご注意ください。ね、一つには、太平洋を初めて渡った船と皆さん思ってるけども違うんです。一番最初に渡った船はサン・ブラベントーラ号という三浦按針が作った船なんですね。それに大洗海岸のところで座礁したフィリピンの船にフィリピン総督乗ってたので、その人を部下をつけて三浦按針が作った船でメキシコ赤プリクに送ったんです。だからその付き人を迎えに行かなくちゃないんですね。だから送って、その侍を乗せてまた日本に戻ってきて行って、もう一回今度は長谷倉一行を乗せるために戻ってきたので2往復した。いわゆる2往復に耐えられる船っていうのは世界中でこれしかない。三浦按針作った船でも行って終わりですからね。当時の船は、その船はサン・ブラベントーラ号。これもラテン語です。ラテン語は当時の世界の共通語だからです。で、サン・ファン・パウスティスタ号というのも、これも東京大学が出している大日本史料という第12編の12の449ページだったと思いますけど、そこにラテン語で書いてありました。はい。サン・ファンのサンは、英語で言うとセントルイスっていう、聖ルイスっていう意味ですね。ファンはですね、これはスペイン語ですけれども、今ではファンという言葉は使いません。不安とか法安、どちらかというとスペイン語では法安ですね。法安で、不安にしたのはですね、やっぱり日本でも蝶々のことを昔テフテフって書きましたよね。で、亡霊界の会なんてクワイってか、ひらがなで書いたと同じように、当時どういうスペイン語だったのかということを調べ上げて、サン・ファン、英語で言うとジョンですね。ジョンというのは、ヨハネのことです。洗礼者聖ヨハネの。これはなぜそうなったかというと、品川のところでその洗礼者聖ヨハネの お祝いの日というのが、洗礼者聖ヨハネが首を切られて飛んでった首が見つかった日、6月の24日ぐらいですかね。その日は教会に隊列を組んで鉄砲を担いで お祝いにしに行くっていうのがカトリックの習わし。カトリックはこれとキリストの復活の日と二つきりありません。カトリックの方言ったら間違ってたらごめんなさい。ということで、その時に伊達政宗がそれを待ち受けていて、鉄砲の威力が知りたいっていうので売ってみせろっていうことで見せたのがサン・ファン・バウティスタのその命日の日だったということですね。はい、ありがとうございます。はい、それからもう一つだけね、もう一つ、なぜこんなに日本で180人ものってあんまり死者が出ないんです。ほとんどの船っていうのは一航海で3分の1から半分ぐらい死ぬときあります。なぜです。解決理由なんです。かっけ、ね。なんで日本死ななかったのか、食べ物も調べました。
そしたら出てきた答えはお茶と梅干しです。お茶でビタミン C を補給し、梅干しで雑菌を殺す、ね、で他にも謎はいっぱいあります。お話したいんですが、いずれまたにして教師会さんの方で合図が出ましたのですいません、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。加藤さんは当時そのサンファバチタグを復元するための全体像をあの資料などから書き起こすようなお仕事をなさってたということですね。そうですね。はい、ありがとうございます。それではですね、あのオンラインでの参加者の方々に、お話ししていただきたいと思います。まずですね、小島先生お願いできますでしょうか。はい、あの小島です。聞こえますでしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。小島ですが、聞こえますか？聞こえます。聞こえております。はい、わかりました。私はあの、日本船舶海洋工学会でですね、船遺産の認定という事業をやってるんですけど、その認定実行委員の委員会の委員長をご接待しております。そういうことで、あの日本に限らないんですけれども、あの船の遺産を後世に残すという、そういう学会の事業を、を一つやるということで参加させていただいております。そういうことで非常にあの、このサンファバウティスタもですね、興味がございまして、ぜひ、こういう聖地に復元された船ですので、保存して、行ってほしいなというふうに思っております。我々できることは何かあのやらせていただきたいと思いますけれども、それに関しましてですね、であの先ほどもちらっとあの話出ましたけど、どういうような保存形態があるのかということでですね、2つ例がございます。で1つはですね、これ見えますでしょうか。あのバーサ号というスウェーデンのですね、これもあのバイオンの戦艦なんですね。ですからあの船の形としては、サンファバウティスタと同じです。でこれは実はですね、1628年に、市場公開に出ようとした時に完全に転覆しましてですね、横風を受けて転覆した。でそれで、その後333年という長い月日、海底に沈んだままだったんですけども、これがですね、海底から引き上げられて、結論申しますと、今あのバーサ博物館ということでスウェーデンの博物館に展示されております。でこれであの、今あの、ご覧になっていただきますということは、格好はサンファバウティスタによく似ている。でこれ全長はですね、これ69メーターって、サンファよりも一回り大きいんですが、これの展示がこれに行われております。引き上げられたのがですね、1961年、それから、博物館に展示されたのが1988年です。もう20年以上かかってるんですね。なぜこんなにかかったかというと、脱水、水を、抜く、乾燥させる、そして、あの補強するというような、こういうような長い年月をかけてやった、非常に、スウェーデン政府のですね、思いが詰まった船になります。このようなこともあるということでですね、一つご紹介させていただきます。もう一つ見ていただきたいのは、でもう一つはですね、これは何の海の時空間といって、大阪の、南部にありますけれども、船の、海洋博物館です。で実はこれがこの船の設計に私も関わっておりまして、できたのが平成11年、1999年で、実はこれ平成25年にですね、人が入らないということで完全にクローズされていますね。で、実はこれ2年前にこれ私行って写真を撮ってきたんですけども、20年経ってますけど、非常に保護、あまり損傷ないし、船体も腐食ないし、ひび割れなどもほとんど起こっておりません。でこれも実はサンファと同じようにですね、どうなるかわからない、大阪万博でどうなるかわからないというような運命になっておりまして、これもぜひ保管し保存したいと思って我々、考えております。ほとんどさようにですね、まずサン
様の場合も今後を、保存するということになりますと、まず、乾燥が大事である、それから補強はやっぱりどうしてもしなきゃいけない、この辺の話は後で平山先生出てくると思いますけど、まあ、これは基本的な話だと思います。でそのためには何が大切かというと、1年2年ではこれ無理です。やはり、10年20年という長いレスパンで考えてですね、私は思うのは、乾燥させて、そしてそういう情熱を持って、保管をしていく、そういうスタンスが必要じゃないかというふうに思っています。以上簡単ですが紹介とともに話をさせていただきます。ありがとうございます。小島先生ありがとうございました。バンサコのお話は水中に沈んでいた船ということで、とても励みになる事例だと思います。はい、続きましてですね、最後に平山先生にお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。平山先生、私のお話は終わりなんですけど、次にお願いします。平山ですけど、代わってよろしいですか。はい、お願いいたします。私はですね、実はもう後期高齢者になってるんで、そちらには参加するのを控えさせていただいて、今横浜から参加させていただいてます。私は横浜で大学にですね、土石工学を学んで、あと大学に37年勤めて2011年にリタイアしたんですが、ですから、一応船の話は基本的には知ってるつもりです。ただ文化財の保存とかその辺は専門的ではないんですが、でサンファン・バウティストはですね、先ほどの劇にもありましたけど、日本中が知ってるというか、日本史が必ず化石が船ながらローマに行ったって話は必ず学ぶんですね。ただその使った船がサンファン・バウティストだったのかどうかっていうのは多分あまり出てこないかもしれませんけど、とにかく非常に経路が日本宮城県石巻宮城県だけじゃなくて日本のでこれサンファン・バウティストだったのは宝だと私は思っています。でもう一つはその思い入れがあるのはですね、そのサンファン・バウティストを復元志向されたのが、実は去年11月に亡くなられたんです。93歳で亡くなられた宝田先生がですね、もう心血を注いで復元に協力したと、指導されたというのもあって、同じ学科 の, 同僚といいますか、私もよく知ってますし、仕事も一緒にしたこともある先生というのもあるんで、余計こう思い入れが強くてですね、これも絶対に解体はせないで残してほしいというのがありまして、実は地元のそちらの地元の河北有力紙ですね、河北新聞新報社にの社長さんに手紙を出して、マスコミもぜひ協力してほしいっていうのを出したんですけど、回答いただきましたけど、残念ながら議会で決まった話なんで、ちょっと無理ですっていう消極的な話で、これも非常に残念なんですが、先ほど の, 弁護士の松川さんの話にありましたように、予算の執行を止めるっていうのも一つはあると思いますけど、もう一つ私が訴えたいのはですね、極端に言えば要するに保存方法を完璧に議論したかっていうと、議論されてないと私は思ってます。三総合という会社が出した報告書はいただいてみたんですけど、委員会でどういう議論がなされて、で最終的に保存ができないというふうに決まったのかっていうのは、そこはまだ見てないんですけど、三総合の報告書なんかで言うと、私が提案するような方法であれば、今、小島さんが言われたようにですね、年月かけて乾燥していって保存するというのは絶対可能だと思うんですよね。でその皆さんにお配りした資料の方を見ていただきますとですね、不可能を可能にというふうに最初にタイトルに書きました。でこれは技術者がですね、諦めちゃったと思うんですね。だけど私が提案したような方法を使えば、これ絶対にね、復元可能だと思います。からもう一つは、
3番号は、まあ、かなり外反やなんてもう2人が痛んでるという、まあ、そういう報告はあるんですけど、それよりもっとひどい状態から保存に成功した日本の木造船があります。それは最近でも話題になってますけど、大暴風竜丸ですね、東京の夢の島に、ありまして、であれは今写真出ますかね、私が送った写真の、19枚目にその大暴風竜丸がどういう状態で、19枚目ぐらいで海に浮かんでいる、半分に沈んでいる写真が19枚目ぐらいにあったと思いますけど、これ最初の方ですね、もっと最初の方、もうちょい最初の方ですね、まあ、これも今出てる内容もすごいひどい状態だということで、もうちょい前、これですね、これ今だ、その次かな、もうちょい前かな、これちょっと前に戻りすぎですので19番目ぐらいというのは、ここで時間、これです。これが、今なんです。これはもうね、バーサル号、それの場合は完全に沈んでたんで、これは完全に沈んでないけども、ほとんど沈んだ状態でも長年で使ってて、ある人の表現によってもお豆腐状態、もう触ったらビヨビヨする、そういう状態だったのをちゃんと上げてですね、もう今陸上に上げて乾燥状態で保存してる。だからこういう技術はあります。技術が立っていないと言いましたけど、そういう技術を普及できる会社なんか技術はまだいますから、でできると思う。で私が先ほどの文章で書いたの後で見ていただければいいと思うんですけど、これは県議会、あるいはどこの委員会で審議されたのか、その議事録を拝見すれば分かると思うんですけど、私が言ったような方法があるっていうのは、多分検討されてないんですね。で、私が文章で一番最初に書きましたけど、これは小島さんも先ほど言われたんですけどね、木造船を長期で保存するには乾燥状態にするのが一番。でエジプトのピラミッド付近から2000年以上前の木造船が残ってたわけですよ。だから乾燥すれば残るんですよね。だから乾燥状態にするのが一番。だけどその乾燥状態にする前に船が壊れちゃうっていうのが、どうもね、その修繕やなんかをこう検討した、技術者の意見みたいに。で私の方法は、4枚目のちょっと図を見ていただければ、これは今もう時間がないあんまりないんで、あんまり細かく説明する時間ないから見ていただければと思います。左2ステップの提案で、最初のステップでは、船をとにかく船の水の周り、水をですね、砂で置き換えるといったら、さっきのエジプトの話と全く同じと同じなわけで、納得いただけると思うんですけど、船の周りの水を砂でまず置き換える。で、置き換えれば、中でいろんな修復作業があって、でこれは特に先ほど酸素号の報告書でもありますし、それから大学にもそうですけど、内側からこう外反をこう修理しようと思って、なんか突き刺すと突き抜けて水が漏れちゃう。だから外側に水がないようにしてから修理すればいいですね。私の基本的な提案は、だから外側を砂で置き換えて、
砂で置き換えて、で、内側の修理を十分にできる状態にして、これはですから、ワンステップ1では、もう砂を入れるためですから、初期投資は土木費用で、で、それが終わったら、あとは5年とか10年かけて、十分に時間をかけて、さらに乾燥しながら、修理をして、で、最終的には、完成、修理が完成すれば、砂を除けばもう、剪定に降りて、下からも除けるという、で、さらに、これの方が乾燥状態としてはいいわけですよね。だから、こういう、やり方があるんだけど、委員会ではこれ、全然検討されてない。ですから、先ほどの松田さんの方法と、もう一つ、付け加えて、保存をやるとすれば、委員会でこれ、検討されてないだろうと。で、ちゃんとこれ検討して、それでもやっぱりダメだったら、まあ仕方がないという、だからそういう検討不十分ということで、解体差し止めっていうのは、やっぱり私は法律的にありえるんじゃないかと思うんで、まあ、その辺は法律家じゃないか、詳しくないんですけど、そういうことで、ストップから逆に完全法上の状態に持っていくことが可能じゃないかと思ってますんで、ぜひ、これは資料はですね、専門家に見ていただければ理解いただけると思います。会社の方も見ていただければ理解いただけるんじゃないかと思いますが、そういう方法でぜひね、これは日本の宝ですよ。それをね、それからやっぱり震災、先ほど劇でもありましたけど、ドラマでも舞台でもありましたけど、これは復興にもめげず、津波にもめげず耐えたわけですから、これはもう完全にもうこの深刻でもあるわけですよ。これはね、だから絶対に残してほしい。もう強く私は訴えたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。ですね、質疑の応答の時間を設けるというお話だったんですが、終わりましたね。はい、ちょっと時間がかなり押してしまったので、コミュニケーションの時間は、省略させていただきたいと思います。なのでお気持ちのある方はですね、ぜひ手元のアンケートにその、お気持ちを書いてスタッフにお渡しいただければと思います。いろんな立場の方々がですね、三番号について保存のことを専門的に検討していただいているという状況がかなりとても心強い状況だと思います。最後に斉藤さん、来ていただいていいですか。はい、本日はどうもありがとうございました。このような感じでですね、まだ活動をちょっと展開していこうと思ってます。本日のパンフレットの、裏面に書いてある、文章は、実際に、造船所で、その当時設計して船の製造に携わった製造会社、石巻でまだ元気に活動していらっしゃる方が書いてくれた文章なんですけども、非常にいい文章なんじゃないのかなと思って、我々会一同かちょっとこれをぜひパンフレットに載せたいなと思っております。ただすいません、冒頭の伊達政宗さんの政の字が間違ってますというのを後から言っていただいて、こちらも気づきませんで、それは訂正しなければなかったんですけども、高さに怒られますので、これはちょっと言っておきたいと思います。というように石巻市民でも宮城県民でもですね、ちょっとまだ保存に向けて頑張っていきたいと思っておりますので、本日ご出席いただいた方はぜひ、これといってすごい効果的な方法はないんですけれども、皆さんがお知り合いの方にですね、三番号ってこんなすごいんだよ、こういうふうに保存しなきゃいけないんだよねというようなことを言っていただくことが一番なのかなと思っております。そうやって草の根の運動でちょっと広げていけばなと思っております。本日はありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。はい、すみません、申し訳ないんですけど手元の、はい、10分だけね、仙台藩の18代当主、仙台にいらっしゃいます。時々、いろんな講演聞いたりしますけども、当主の伊達康宗さんの認識って言いますか、それに対する保存会の認識がどれほどの持っていらっしゃるか聞きたいんです。終わった後でロビーで。
はい、申し訳ありません。会が終わった後にロビーでご対応させていただきたいと思います。皆様もお気持ちある方アンケートの方にご記入いただければと思います。来週は、石巻で同じような会を持ちますので、お知り合いの方々に お知らせいただければ幸いです。お手元に署名用紙配らせていただきました。我々の方で1万筆を目指して活動しております。ご協力いただければ幸いです。本日は、お集まりいただきまして誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。